群馬の由美子です。こんにちは。今日は、2022年7月6日です。すみません。7月3日の日曜日に群馬マッドフラットミーティングというのを遠藤さんをお迎えしてやりまして、皆さん本当に参加者の方いい方ばかりで、楽しく遠藤さんのお話を聞けました。ありがとうございました。それでね、これが群馬会館なんですけど、あの袋があったよってどなたか言ったんですけど、どこにって分かんなくて、今見に来たらこれだ、袋だ。うわ、時計の上に目があって、ああ、フローだということです。いや、それでね、ちょっと私今皆さんお昼どうされたんかなって、3日の日にね、ちょっと私ある方にとについてて、ちょっとお昼のに出るのが皆さんより遅れてしまって、ちょっとね、どうされたか分かんなかったんですけど、私たちは、県庁のあれね、県庁の32階の大和屋のカフェでサンドイッチを食べたんですけど、でその下のレストランがあったんですけどね、そこがね、なんかいっぱいだったみたいなんですよ。群馬会館のホールでね、なんか子供さんのピアノの発表会があったんですかね、その家族連れでいっぱいになっちゃったみたいで、で皆さんそれ諦めてどっか行かれて、で私が今ですね、本当に恐ろしいことが分かって、コーヒー問屋がありますって案内してたんですけど、そのコーヒー問屋に行ってみたんですよ今。そしたらサンドイッチぐらい売ってるんだろうと思ったら、なんかパンとかちょっとこうパウンドケーキみたいなの売ってて、あとはもうコーヒーだけっていうね。ああ、ちょっとこれは失敗したなって思って、皆さんどこで何を召し上がったんでしょうか。本当にすみませんでした。やっぱり官庁街の日曜日の恐ろしさですね。食べるとこがない、閉まっているっていう、まあ、あとは昭和庁舎の1階のカフェね、 G カフェだっけ、なんかそういうカフェとか、あとはあっちにセブンイレブンがあったかなって。皆さんどうされたんでしょうか。すみません、本当に。でも皆さんね、大人の方でね、私に文句言ってきた人は一人もいませんでした、本当にね。で最後なんかねぎらってもらっちゃったりして、主催大変だったでしょう、ありがとうみんな、なんて本当にありがとうございました。ちょっとまたちゃんと動画を作ります。とにかく、皆さんのおかげで大成功でした。ありがとうございました。フクロウもいたよ。フクロウか、これ知らなかった。これ群馬の人ね、誰も知らないと思いますよ。よいしょ、これは今回のマッドフラットミーティングの人が見つけてくれました。フクロウ